はい、皆さんごきげんよう、松平ボンです。ですね、僕動画編集をやり始めてもう20年近くなるんですけど、以前はね、なんていうかな、ナレーターを、外注で発注してたんですよね。で、録音が終わって一旦確認を入れるとですね、修正が出ちゃうんですよね。ナレーションの原稿は変わるんですよ追加とか、ね、そうなったらまた雇ってスタジオ借りて録音しなきゃいけないじゃないですか。そしたらね、ナレーション代が倍になるわけですよ。でそれが3倍になりと思って、大赤字が出ることが非常に多かったんですね。もうね、どうすればいいだろうと。その時にテレビを見てたら、99の岡村さんがナレーションをやってたんですよ。まあ自分の番組だからね、まあ下手くそでもいいんですけど、これはこうだったんですよねってすっげえ暗い声で喋ってる。普通に喋るのね。ナレーションっていう普通のおしゃべりよね。まあそれを見て、これだったら俺でもできるわってまたいつもの悪い癖で思い込んでしまって、そこからね、テレビを見ながらモノマネをするような感じでテンションを似せて練習するようになったんです。はい。で、いろんなナレーションがありますよね。森本レオ風さんとか、あとアンビリーバーをとかよく見てましたから、あれのナレーションとかをね、一生懸命練習しました。あと心霊物で桃太郎を読んだりとかね、子供にねそんな感じで、ね、やってたんですよ。でちょっと久しぶりに練習するんで、そうやな、映画の番宣からやっていこうと思います。どうぞ。彼らの旅は一本の線路から始まった。遥かな困難を乗り越えて成長していく青春ストーリー、スタンドバイミー。やあみんな、アメリカで大人気のスナップチョップを紹介するよ。まずはジャガイモから。こんなに簡単にカット、便利でしょ。野菜だってこの通り。はい、そういうことで、今映画の番宣と、テレビショッピング風のナレーションをやってみました。次にですね、先ほど言ったアンビリバボのナレーターの方をのテンションを真似していこうと思います。今から24年前に撮影されたホームビデオ。今から24年前に撮影されたホームビデオ。こんな感じ。撮影しているのは撮影しているのは撮影しているのは溶接会社に勤務していた中澤克美さん。溶接会社に勤務して溶接会社に勤務していた中澤清美さん。その日も仕事を終え、いつものように家族のもとに帰ろうとしていた。その日も仕事を終え、いつものようにか家族のもとへ帰ろうとしていた。家族のもとへ帰ろうとしていた。まあこんな感じでね、練習するんですよ。復唱する。ですからまあこの人の場合は、なんとか息を吐きながら喋るんですよね。家族のもとへ帰ろうとしていた。こんな感じよね。森本レオは、トーマスは言った。一泊置いて下げる。そんな感じよね。あの人も声を吐きながら。トーマスは言った。こんな感じ。まあそんな感じで、久しぶりにちょっとやってみました。あとね、
テレビコマーシャルの時のナレーションなんですけど、まあお米の CM ですよね。でどういうノリでいこうかなっていうふうに考えておった時に、あそうだ和太鼓がいいなと思って、和太鼓をガトンドカトンドカトンドカトンハーとかいう中で、習字の先生がね、あのでっかい筆こんなやつそれで持ってきて、ものすごい広い紙にね、岩手の米がうまいって書く、それをもう天井から撮影したんやけど、その時のナレーションね、ちょっとその時の映像がもうないんで、仮に YouTube から映像引っ張ってきました。当然お米の絵はありません。おかずがいらないうまさ。岩手の米がうまい。こんなんね疲れるんよね、テンション高いけ練習しよったらあとね、実際に、心霊系ね、そういう映像は作ったことないけどそんな仕事ないからね、ないけどよく遊んでた。ご覧いただけただろうか、画面左下にご注目。もう一度来んだよねまあそんな感じで、久しぶりにちょっとやってみました、いかがだったでしょうか。それではまた次回、バイチャー。